皆さんこんにちは、レバンガ北海道の松島義武です。次田島誠です。前や川辺良平です。よろしくお願いします。オンラインから明日の頑張れを企画、インスタライブやレバトレ、マスクの作り方などいろいろやってきましたが、今回はですね、レバンガ北海道お絵かきチャレンジとなります。ご覧ください。ちょっとあまり悪いですよ。いや、このいじめじゃん。いや、待ってください、待ってください。で、なんと今回ですね、ただのお絵かきではなく、この僕らが描いた絵がグッズになります企画です。よっしゃー、ありがとうございます。でですね、僕たちはね、今事前にお題を与えられています。で、それで何を見ずに絵を描いて、それをグッズにしますという企画なんですよ。で、田島選手、あの絵は得意ですか？いや、もう聞くのあれ、怒ってる川辺選手は絵は得意ですか？たびたび企画でやってきたと思うんですけど、はい、まあ、皆さんが思ってるような多分感じだと思います。なんかあったんですかね。僕はあんまり拝見してないんですけど、まあでもお二方ね、やっぱ一応そういうことやったことあるということでね、今回も再チャレンジしてほしいんですけど、では早速ですね、今回のお題の発表なんですけど、田島選手、熊と鮭です。無理これはね、北海道出身ということでね、熊と鮭、2個書いてもらいますね。せめてバスケ系にしよう。確かに。で、続いては川辺選手、はい、白エビとホタルイカ、これ富山のね、名産ということでね、2つ書いてる。激ムズ。激ムズですよ。あの、なんか、あの、動物縛りなんですかね。で、僕に関してはですね、シーサーとハイビスカスなんですよね。ありがとうございます。それでは早速なんですけど、皆さんこれね、ペンと紙があると思うので、で、皆さん、あの、本当にこの絵がグッズになるので、あの、本当気合を入れて描いてくださいよ。真剣に。真剣に。一発勝負ですか、これは。一発勝負ですね。まあ、一応何個か何枚か準備してあるんですけど、できるだけ一発でいってほしいですね。俺もう鉛筆とかで繊細なタッチやる。待って、あの冗談そんなに簡単か。あの冗談、優しい。じゃあそれではね、おのおの始めてもらいたいと思います。じゃあそれではよろしくお願いします。じゃあ僕はもう早速言います。これ T シャツになるのかな。横にしようかな。 T シャツになるんですか。横にしようかな。僕はこの T シャツのまずマークを、クマってな、指でしょ。これウサギやん。クマ、クマ、クマの耳ってどこにあるなんか言ってますね。はい、でですね、あの、今回ですね、救済処置としまして、ちょっとあの、田島選手も川辺選手も僕もですね、何も見てないんですけど、ここでヒントタイムをね、設けたいと思います。で、今回ですね、これこの状態でヒントもらっていい？もうこの状態でヒントもらわないと進まないと思うので、一生かけないと。はい、で、ちなみに制限時間は10秒です。お互いがお題を見る時間10秒ですよちょっと俺も隣見てるじゃあいきます。じゃあ田島選手、ちょっとちなみに見せてもらっていいですか。じゃあいきます、よーい、スタート。はい、1、ちょっと待って、ストップ。画面固定してね。じゃあいきますよ、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。あ、続いてね、川辺選手のね、白エビとホタルイカ、ちょっと見せてもらっていいですか。なんか白エビとホタルイカの一緒の画像ってまずあるんですか。じゃあ一つずつ。あ、一つずつ10秒、はい、10秒でいいですか。5秒で。え、でも今定規書いてるから。あ、見ないです。深刻よ。今30センチ定規今定規。これもう白エビですよ。白エビはもう最初書いてあるから、とりあえずイメージで。まあ見る必要性ありますね。見る一応は。15センチ定規。大丈夫、見ますね。白エビからお願いします。はい。今定規。ぬかで使いすぎた定規使ってる。やばいね。じゃあ白でマジでちっちゃいんですよ、白エビ自体が。やばいね。2、3、これすごい。これ1チーム、画像の題材も悪いわ、今。ヒント激ムズ。集合体じゃん。じゃあいきますよ、ホタルイカ。はい、5秒ですか。よーい、スタート。1、ね、こんな書きたの4、5。はい、じゃあお二人始めてください。で、僕もですね、ちなみに見たいと思います。はい。どういう風なデザインで、2、3、フィールドにするか。4、5、OK。僕はまずこれが表という。
って何から書き始めていいのかわかんないんで、そのスタート時僕表と裏も書きたいんです。話聞いてる一人で困ってる方がいるんでね、今のところ。魚顔雲風足何聞いてる。あ、僕ですか。話聞いてる。僕もちょっとね、自分のやつで忙しいんで、ね、あれ先輩のやつも怪しい。うるさい。ちょっと静かにしてほしい。先輩のやつ、でもクマはできてる。右のやつも右あのもうあの定規がもうダメなんで、定規がすごいなって。あれ、だって何もないですもん。あの定規俺はもうすごい。あれ面白いんだよ。そうそう、できそうですか二方。ちょっと静かにしてもらって。あ、もうなんでカービィにはタメを使わないの。あ、字間違えた。シンプルが好きですか。田島先生もフィニッシュに入りましたね。もういいや。OK ですか。諦めた。いや、諦めないでくださいね。それではですね、あの順番的にじゃあ僕からまず行かせてもらいたいと思いますね。僕のお題はちょっとシーサーとハイビスカスという形だったんですけど、このようになりましたね、僕の場合は。じゃん、これが表ですね。で、皆さんから左が表、右があの裏になりますね。シーサーを、あー、じゃあシーサーを後ろの右後ろの方にプリント、左かこうだから左後ろの方の、下の方にね、プリントいたしました。で、表には、表にもね、左側の方にハイビスカス、胸のところにワンポイントです。シーサーってああいう感じの色。はい。いや、でもそれを拡大したやつがあるので、あ、なるほどね。これちょっとちっちゃくて見えないですけど、拡大するとこういう風になります。全然違う。全然違う。いやいや、一緒ですよ。嘘じゃん。一緒です、一緒です。これと？はい。これを大きくしたら、これ、ね、大きくしたら、はい。目だって目違う。目違う違う違う。今、違う。遠目で見てるからこうなってるだけで。だってこっちメガネしてるのに、こっちメガネ。ぜひ皆さんね、本当に完成を楽しみにしてください。それでは続いて田島選手、はい、よろしくお願いします。テーマはですね、何でした？熊と鮭。はい、熊と鮭ですね。でも僕ヒントタイムもらったじゃないですか。はいはい、もうまんままんまですか。まんま本当ですか。本当にこれ分かります。ちょっとヒントの画像を見せて。あ、あとでちょっと一緒に。ちょっといいですか。分かります。じゃあ見せてください。どうぞ。はい、マジひどい。分かんじゃん、見てほら。まあ一応ほら、はい、どう考えてもだってこいつ何言ってたらクマでしょ。クマですね。こいつ何言ったら魚でしょ、はい、なんか首やかなんかつけるこの丸はこれは松がバーンってぶつかってチョンとなったからちょっとペット化してあげちゃって。ペット化するなんて。ペット化してあげる。まあでも何かって言われると見えますけど。見えるでしょ。絵心があるかどうかっていうと、カブ選手どうですか。自分ではありますね。本当ですか。女に上手に描けてるのに、カウ選手。いやいや、でなんか俺は絵が嫌なのは、はい、面白く描けない。あ、うまくない、はい、知ってるの、その、はいはい、でも面白く描けない。ああ、了解。カーベのずるい。ずるいですよね。ずるいですね。じゃあ、クマとシャケも、でもね、これ多分、まあ、うまくね、はい、やってくれると思う。あともうクリエイターの人がこれをどう、はい、本当にこれを作れるのかっていうのを、はい、逆にこのレベルをね。そうそうそう。いや、それで来ました。来ましたよ。この前多分ね、違う番組でもいたと思うんですけど、レバンガのゴッホって言われてるんで、それからね、多分レバンガのピカソにちょっと今回ね、解明にしまして。川辺選手、テーマ何でしたか。自分テーマはね、白エビとホタルイカです。はい、じゃあレバンガ界のピカソさん見せてください。どうぞ、はい、これに見せればいいです。はい、すごくないの。川辺選手、これはムカデと、いや違う、ムカデと、いや違います。しっかりエビのなんか、はい、こういうなんか海底に住んでるやつとか。いや、あと口元みたいな、なんかエビあるじゃないですか。あとなんか繋がってるんですか、そのイカと。いや、なんか一緒に描くってやった時に、はい、どうなってるか分かんなくて。はい、イカな、このなんかおでんのキャラだですよね。あれ、川瀬選手ふざけてますね。いや、ふざけてないです、はい、いや、イカってもこんな形じゃないですか。まあそうですね、はい。でもカービィヒント見る前からもうこれできてた。できてましたよね、はい、実は。で、富山シンプル。でも皆さんどうでしたか、こういう企画は。どうでしたか、田島選手、こういう企画はどうでしたか。俺は楽しくない、全然。いや、でも嫌なんだ。
あの一生、田島先生一生懸命画像見てましたよ、一番違う、俺イメージしか描けないんですよ、はいはいはい、見てら描けんの、はいはい、ずっと見てだったらこうやって描けるの、はいはい、そのないものをイメージしてって描けるの、何から始めていいか分かんないもん、ね、俺魚から始めてるから、ね、最初こうやってましたね何もないの分かんないんで、ね、イメージがつかない、はいはい、じゃあやっぱ見たら描ける可能性が高いってことですね、見ながら描けば、はい、あの面白くもうまくも描けないけど、はい、描ける、真似して描けるってことですね、で川辺選手どうでしたかこういう企画は、そうですね、はい、この間も1回やってたんで、はい、で前より上手だったと思うんですけどね、前確かなんかレバーとか変えた記憶あるんですけど、はいはい、それよりはマシだと思います、お、じゃあ皆さん、ですね、今日僕たちが描いた傑作がグッズになるということでね、で皆さん本当にお楽しみにください、レバンガ北海道のね、松島選手お楽しみにください、お楽しみください、レバンガ北海道の松島選手、田島選手、川辺選手でした、じゃあ3人で手を振って、じゃあ皆さんまたね、バイバーイ。